どうもベシャイム人参です。今回はたまに上手い人とかの動画を見てると、その体力で戦いに行くのやばみたいな場面があると思うんですけど、あれにはちゃんと根拠というか、戦いに行く理由みたいなのがあって、決して実力だけでご利用してるわけではないと、そういう人もいるかもしれないですけど、実力関係なく回復よりも戦いを優先した方がいい場面っていうのを今回2パターン解説していこうかなと思います。まず1つ目のパターンなんですけど、ここでは、奥さんとの戦闘で、これは激怒といっても差し支えない HP になったわけですけど、このタイミングで、横からレースが見えたのですぐに上に避難して、僕この避難したタイミングでは、回復しようかなって思ってたんですけど、僕が上に上がったタイミングで同時に敵のブラッドハンドが下に落ちていきました。それで今下にレイスがいて、ブラハも今降りていって、でオクタンはダウンしているということで、敵が全員下にいるのが分かったので、ここは回復ではなく、上から一方的に敵を撃つっていう方に切り替えました。これがいわゆる、一方的に撃てるんだから回復なんていらないよねっていうパターンです。これが一つ目。二つ目はこんな感じで体力が激動になったわけですけど、このタイミングで今室内で味方と敵が1対1をしていて、2人目の敵は今下から家の下から撃ってきた。で、3人目の敵はもうダウンしてるので、今室内の戦いにカバーに来れる敵はいないと。で、味方の体力を見たら結構残っているっていう状況なので、自分の回復ではなく味方のカバーを優先して2対1の状況を作って敵を倒すっていう形になりました。こんな感じで、回復よりも味方のカバーを優先しろって言葉があるように、味方のカバーで入る分には自分は撃たれることはないので、基本的には。なので、これが2パターン目の、味方を肉壁にするから回復なんていらないよねっていうパターン。この2パターン目に関しては、味方の体力とか敵のカバーの有無とかそういうのを確認した上でやらないと、味方と共倒れになるパターンもあるので一応注意してください。今回の動画はここまで。今回は短い、間違えたわ。今回の動画はここまで。今後も短い解説動画とかを上げていく予定なので、よければチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたしますということでね。ではお疲れ様でした。